はい、皆さんこんにちは、佐賀キャスでございます。もうすぐ5時ですね。今日はなんか特別に暑いですね、というかいやらしい暑さですね、これ。千代田区36度で、この部屋は28度ですね。冷房をかけています。あー、なんか嫌な感じですね、ほんまにね。もう5時ですよ、5時。もう涼しくなってもいいのになと思うんですけどね。さて、中央日報でですね、こういう記事が出てまして、写真、バイデン大統領のノールック握手。バイデンさんがですね、ニコニコ喜んでるユン・ソンニョルさん、と握手をしてるんですけど、顔はですね、ブルガリアの大統領を見てると。で、まあまあ、よしよしと、こういう感じなので。でそれが写真に撮られてですね、バイデンさんに軽くあしらわれたって、問題や、国の核が違うって、国の核を汚された、屈辱的やとかって、そういう風なですね、記事がですね出てて、ふんっていう感じです。バイデンさんに特に意図はなかったと思うんですけど、それだって行さん集まってるわけでしょ、 NATO の首脳会議でございまして、30カ国でしたかね、 NATO は。それプラス日本やらですね、オーストラリアやら韓国やらって来てるわけでしょ、大変やそんなんっていうことでしょ。いやー、だからそのどう言いましょうかね、こういう場面もあるんでしょうけど、まあね、その非常に大事な人であればこういうことにはならなかったと思います。例えばイギリスのジョンソンさん相手にですね、ノールック握手はしないと思うんですね、当たり前ですけど。そうでしょう。まあだからまあ飛ばされたということもあるでしょうね。でバイデンさんも猛力してますからね、はっきり言うて猛力してるんで、そこまで気が回らなかったということもあるでしょうけども、この写真を見た愉快なお隣さん自身は心穏やかだなの状況になっておりますね。こういうことってね、愉快なお隣さんで非常に大事なんですよ、こういう写真。つまりこうやってるかを出さなあかんわけですね。外交やってんねん、きちんとやってんねんって、世界のヒノキ舞台に出てて俺は舐められてへんぞみたいな、きちんと言うこと言うてきたねみたいな、それをですね、まあ、記事もそうなんですけど、写真が大事なのね、写真が。で、それがですね、今回はそのあんまりよろしくないと。これ確かにこの写真を見てますとね、あれですね、ちょっとユンさん総出にされたかなという感じ。ちょっと待って、これもしかして、あれやろうか、持っていけないか、あれですね、持っていけないか、もう貼れるもんやったら貼ってみたいんですけどね、いけないかな、いけないかな、うん、貼ってみたいんですけどもですね、持ってくるかな、おー、いけた。この写真ね、ちょっと貼っときましょうか。はい、貼ってみますね。最近ね、小技もね、ちょっと使ってみようかなと思って、めんどくさいからあんまり小技使わない人間なんですけどね。これ今写真の話なんでね、この写真を皆さん見ないとわからないだろうと思うんで、でこれね、多分ね、今はこうやってちょろちょろとしたニュースになってますけどね、これ要は反ユン・ソンニョル派からすると非常に使いやすい素材なんですよ。ユン・ソンニョル、ね、外交の舞台であれバカにされてんでってスルーされたでとか、ほんまバイデンからバカにされてんちゃうのとかですね、すぐそういうこと、そういうふうなね、価値観でこう物を見るというか、政治家を見る、自国の大統領を見るという、そういう思考をする人が比較的多いんですね、私から見ると。だからですね、ほらこの写真見てみみたいな、ムン・ジェインさん
がね、昔々3年ぐらい前に北京に行って、なんかひどい目に遭わされたんですけど、それでもですね、ニコニコ笑ってですね、尻尾振って帰ってきたんですけど、あの時もかなりひどかったんですけども、こういうね、こうちょっとしたことでイチャモンつけたりね、こうアピールしたりする、あるいは貶めようとしたりするっていうことは、どっちかっていうと大人さんの場合は左系の人の方が得意です右系の人、保守系の人はですね、不得意ですね。だから今回これは左系のいわゆるあの野党系ですね、今の、あの左派系の人に利用されるんちゃうかなという気がしますね。あのユンさんの、まあ、言うてみりゃ外交デビューの場になってるわけですけども、これはで、それがですね、あのちょっとですね、ちょっとこの写真はかっこ悪いかなという感じがしないでもないですね。あの今ね、その例の今日昨日から問題になってるのは、あの例の徴用工問題を財団作って、でそこからこうお金払うという話になってるんですけど、早速こう被害者というか、被害者を名乗る元徴用工を名乗る志願校なんですけど、側の代理人でしょうね、弁護士から、要は被告企業がお金を出さないとは何事やと、その悪いことをしてるで判決が出てんから、被告企業は当然お金出さなあかんのに、なんでそんな解決策あんねん、そんな受けられへんわみたいな話が出てまして、あ、なるほどねと、こう来たら多分あの問題はあの方法ではですね、解決できひんだとなんせあの原告側がそれを受け取って解決しましたというふうに、言わんことには解決にならないわけでしょ。で取り下げなあかんわけでしょ、その日本三菱地所、あ、じゃあ三菱重工の差し押さえてる資産の取り、差し押さえ自体をですね、こう原告側が取り下げますというふうに言わないとですね、解決にならないわけなんで、そうなるとですね、原告側の同意が必要ということになりますから、あかんよそれ解決できへんやんということはですね、財団を作るという案はユン・ソンニョルさんの了承を得てるはずなんですね、了承を得ないと出てこないはずなんですね。了承を得て出てきた案をが早暗礁に乗り上げるっていうのも見えてきましたんで、となると今後ユン・ソンニョルさんのこの外交というのはですね、かなりですね、こうビハインドから始まらざるを得ないのかなというふうに思います。あのバイデンさんですね、最初に韓国に行ってから日本に来てましたね。であれでですね、あのお隣さんの単純な人たちが、おら骨格が日本より上がったんやとかって言うてますけども、あの旅でですね、実はバイデンさんは目的を成し遂げられなかったんですね。バイデンさんの目的はですね、まず第一にお隣さんがアメリカの同盟国であるということのつなぎ止めが一つと、であとは日本と和解せよと、なんとかせよお前らということ、その2つであったと思うんですけども、あのバイデンさんが行ってですね、両国がなんかこうあれを出しましたけども、声明めいたものを出しましたけども、なんとも当たり障りのない声明でしたね。両国は同盟であるみたいな、まあ、そんな何しに行ってんろうと思いますけど、つまりバイデンさんはアンダーテーブルでですね、アンダーテーブルって言えない言い方ですけども、あの交渉というか促したはずなんですよ、ユンさんに日本との問題を解決せえと、でないと三国間の同盟関係が揺らいでるやないかと。でもユンさんは多分色良い返事をしなかったんですね、だからバイデンさんはユンさんのことをですね、最初会ってからですね、マイナス1ポイントなんですね。マイナス1ポイントっていうのは頭の中にあるんで、今回のこういうノールックアクションに、つながったんちゃうんかなというふうに私は見ます。多分この件について今後ですね、日本サイド、日本の韓国ウォッチャーからですね、いろんな意見が出てくると思います。多分今原稿会であると思うんですね原稿会であって、それがまあ早ければ明日あたりからちょろちょろちょろと出てきてですね、バイデンさんのそういうその無意識なユンさんに対するですね、こいつ言うこと聞きよらへんかったというような、そう、こういう見方が
あの行為に反映されたんちゃうかみたいなですね、見方もきっとあると思いますね、きっとね。まあ、前途多難ですね、ユン・ソンニョルさん。本当にあのムン・ジェインさんが積み残した負の遺産というもの、これが本当に重たいですね。しかもこれからね、経済がこう苦境に入っていくわけでして、ちょっと見てみましょうか。あのドルウォン、ドルウォンね、頑張ってますね、1297で、さっき1299ちょいっとその上まで行きましたね。おお、1300戻るんかと思ったら、またグイグイグイっとですね、戻しました。あの頑張ってますけど、今度いずれ1300が突破するのはもう必定でございます。はい、ということで、ユンさん、ちょっとですね、ちょっとまずい写真を撮られてしまって、それで、お隣さん国内騒いでますというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。